マルコラは山陰と岡山県にスーパーマーケットを展開するマルイが地元の食材に対する理解を深めてもらおうと継続して開いているものです。今回は80を超えるブースが集まりました。午前中は小雨の降るあいにくの空模様でしたが、会場には大勢の親子連れらが訪れ楽しんでいました。まあ、なかなか今までこういうイベントがなかったので楽しんでます。このイベントは鳥取市の鳥取砂丘こどもの国で明日も開かれます。